前回のあらすじ。ロミヒーを信用できないターミーはヒューガを説得するも逆効果。ロミヒーのうさんくさい態度、腹を立てるターミー。再度ヒューガを説得するが、邪魔に入るロミヒー。そこでターミーが思いついた悪行とは、ロミヒーの飲料に尿を投入だが、ことはうまく進まず、飲尿したのはヒューガだった。第3話、社内ルール。ここで合ってんのかな。失礼します。あ、呼ばれてきたものですけど。ターミーさん、お待ちしてました。ようこそ我が社オレオレカンパニーの面接会場へ。そう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 、どうぞターミーさん、お座りください。いや、僕は面接を受けに来たわけじゃないですよ。ただ話を聞くって言っただけです。またまた、ターミーさんも一緒に稼ぎたいんでしょ。一緒に働いて慰安旅行でちょめちょめしちゃいましょうよね。まさかまたターミーさんと一緒に働けるなんて思ってなかったですよ。俺はな、お前を止めに来たんだよ。働きに来たわけじゃねえ。僕はもう決めたって言ったでしょ。ターミーさん、また一緒にお仕事しましょうね。お前もう一度考え直せ。まあ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 、ヒューガさん、ターミーさんにまずあれを出してあげてください。あれ？なんだよ。なんだよこれ一体。そう、どうぞターミーさん、召し上がりください。一体これなんだよ。あの時ターミーさん、ヒューガさんに尿を飲ませましたよね。これは私の尿です。弊社の社員は全員に尿を飲んでもらってます。さあ、ターミーさんもどうぞ。私の尿です。あれは事故だったんだ。帰らせてもらう。お前ら行かれてるよ。待ってくださいよターミーさん。お前どうやって。うるせえ、俺帰るんだよ。邪魔すんな。どけよ。待ってくださいよターミーさん。ヒューガー、いい加減にしろよ。待ってくださいよターミーさん。どけ。ちょっと待ってくださいよ。俺に触るんじゃねえよ。次触ったらどうなるか分かんねえぞ。これどうなるんだろう。興味あるわ。気持ち悪い。もう帰るぞ。てめえ。ヒューガさん、片付けちゃってください。はい。お前もう一度考え直せ。まあ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 、ヒューガさん、まずはターミーさんにあれを出してください。